ポーツの日の今日、熊本市で開かれたのは子ども向けのサッカーイベント。年中から小学4年生までおよそ130人が参加しました。半数以上はサッカーの初心者です。子どもたちは県サッカー協会所属の指導者やサッカー部の高校生と一緒にドリブルの練習やミニゲームを楽しみました。いっぱいゴール決めれたので楽しかったです。サッカーまたやりたい人？はい。このイベントは来年3月にも行われる予定です。一方こちらは新しい千円札の顔となった北里柴三郎のふるさと小国町。3連休中日の昨日、町のグラウンドにはおよそ1500人の人たちとたくさんの傘が。始まったのは肖像画作りです。千円札の肖像画になったっていうのはもう本当に本当に嬉しくて誇らしくて、それを本当お祝いしなくてどうするんだっていう気持ちで。使う傘は今年にちなんで2024本。それぞれ柴三郎の目や口などの地点で傘を広げ位置を微調整します。そしてまあ、いいですね。縦88メートル幅66メートルの地上絵が完成。新千円札の肖像画が見事に再現されました。楽しかった。出来上がりがまだわからないので楽しみです。撮影された映像や写真は今月末頃から小国町商工会のホームページで見ることができます。